ープタオル、こちらをボールから5センチ、そしてティーアップですね。ティーの音がしないようにクリーンにボールを打っていく。ペットボトル、体重が右に残ってしまった場合とか、この時に右のかかとが皆さんこんにちは、プロゴルファーの青山香織です。今日はゴルフが上手くなるおすすめの練習方法をお教えします。いろいろ道具を使って練習する方いらっしゃると思うんですけど、本当日常にあるようなもので手軽に練習が楽しくなるような方法なので、ぜひやってみてください。こちらのボールの横にあるのは何でもいいんですけど、今日は分かりやすくこういう白いテープにしています。これがセロハンテープなどご家庭にある簡単なテープでも構いません。こちらをボールから5センチ、最初の方は10センチぐらい離してもいいかと思うんですけど、だん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 近づけていって練習していきます。こちらは何のためのテープかと言いますと、アイアンの時にダフリを防止するため、ダウンブローに綺麗に入れるための練習です。実際にちょっと打ってみます。私は今5センチぐらいですね、離しています。少しやっぱり私でもプレッシャーがかかるので、トップ気味に入ったボールとなるんですが、ダフってしまうとどうなるのか、ちょっと実際にダフってみたいと思います。なくなってしまいました。マットっていうのは芝生と違って滑りやすいので、今の感触でいくとそこまでダフってないんじゃないかなっていうふうに思うんですが、実際にテープ5センチ手前のテープが飛んでっています。これでものすごくダフったっていうのが気づけるかと思います。今まで気づかなかったマット上のダフりとかわずかなミスっていうのがすごく気づきやすくなる。そしてこの5センチ、3センチ、2センチっていう風にこうだんだん狭めていく中で、しっかりとダウンブローにヒットする力っていうのがつけれるので、これはぜひ試してみてください。もしご家庭でやるときにはこういうタオルも大丈夫です。これ素振りでも大丈夫なので、タオルを置いてボールとなる目標を自分で作って、タオルを打たないようにマットを振る練習、例えば絨毯の上でも構いません。しっかり自分でボール、架空のボールを作ってアドレスをして、しっかりこの下の絨毯の音がするように振っていく。その時にタオルが飛ばないように、これも家の中でできるおすすめの練習方法です。次にダフり防止のために打つ練習方法として、アイアンです。ティーアップの練習、この時にティーアップの練習なので少し短く持ってください。そして下のティーを打たずトップしないように、ボールの高さに合わせてアドレスを取ります。前傾ですね。ボールの高さに前傾を取ってアドレスを取り、ティーの音がしないようにクリーンにボールを打っていく。これが前傾など体の高さの練習にもなりますし、もちろんダフり防止、ボールをクリーンに打つ練習にもなります。実際にこれが生きてくるコース内の場面があるんですけど、フェアウェイバンカー、セカンドとかサード地点にあるような距離の長いバンカーですね。ボールをクリーンに打ってかなりの距離を出さなきゃいけないとき、少しでもダフってしまうとボールが飛ばない。かといってグリーン周りのようにダフらせて打つこともできない。そういうときにこの練習すごく生きてきます。短く握ってボールをクリーンに打つ練習、手の感触でも分かりますし音でも分かるんですが、実際にこれ私今 T 打ってみますね。 T を打つとめちゃくちゃ手が痛いです。ゴムを打ってその感触が手に来るのですごく手が痛いです。その辺ちょっと怪我にも注意してやってみてください。短く握ってボールをクリーンに打つ。
こちらもっとハードな練習になると、今はイアンですけどフェアウェイウッドなど薄いクラブで打つのももっとハードな練習として面白いかもしれません。次にペットボトルです。こちらはアドレスして、自分のアドレスをした右足のかかとの横にセットします。そしてこのまま打っていく。一見何が起こったのかと思うんですが、このペットボトルを右のかかとの後ろに置くことでギリギリでもいいです。しっかり左のももの方に足をキックしていく。前にもお伝えしたんですが、右足の使い方、右の前のももを左のももにくっつけていくようなイメージ。このキックの仕方に間違いがある。もしかかとが蹴れずに体重が右に残ってしまった場合とか、この時に右のかかとがペットボトルをキックするように外へ蹴り出してしまう人がいます。せっかく蹴った右足のかかとなんですけど、進行方向、ボールの飛球線の方に力を出していくんではなくて、右の方に体重が残るようなキックの仕方をしてしまうと体重が右に残ってしまいます。なので右足の正しい蹴りを身につけるために、この右足のかかとの後ろにペットボトルを置いて右足の蹴り、キックの練習をしてみてください。テープ、タオル、ペットボトル、そしてティーアップですね。本当に気軽にできる練習なので、ぜひ日常の練習に取り入れてみてください。お、全部うまくいった。おお、うまい。まあ、ちょっとハーフトップ気味ですけど、でもやっぱいい入りになりますよ。あ、でもなんか意識づけだけでもすごいいいですね、うん、これ。